はい、キョマラと百姓天国、本日は2019年10月15、火曜日ね、出荷日、本日の動画第2弾ですけどもね、先ほどね、キャベツと黒キャベツをね、収穫いたしましたね。こんな感じですけども、黒キャベツはね、まあまあいい感じです。ね、黒キャベツもおそらくもうこの品種がベストだと思うんですけどもね、この幅の広さね、やっぱりいいですよね。ここ2、3年の新しい品種ですけども変えてよかったと思います。美味しいよね、黒キャベツね。本当にまあ惣菜パンでもね、この黒キャベツは本当にホットドッグと相性がいいんじゃないかなというふうに思ってます。強く煮込んでもね、しっかりと味が残るんですよね。だからホットドッグのようなね、ああいう、なんて言ったでしょう、こう例えば強いケチャップだとかね、マスタードとかと一緒にしてもね、ちゃんとしっかりとね、味を自己主張するんですね、黒キャベツね。だからこれをね、使ったホットドッグというのを売りにしようかなというふうに今考えてますね。栽培期間がね、ちょっと年中取れるっていうわけにはいかないんでね、そこら辺が一つの課題ですけども。今日は涼しいですね。さあ、ということで、今日の葉物、実ブナですね、この辺のこれですねを収穫いたしましょうか。あしょ、綺麗なコンテナ、この辺大丈夫かな。よいしょ、よく、おう、よいしょ。この間の台風はね、まあ風強かったですけど、おかげさまでね、こう補強をしてね、なんとか飛ばされませんでしたけど、コメントでね、この外側ね、この防虫ネットの外側にこのね、ダンポールというこれ貼りませんかっていう方いらっしゃいましたね。確かにね、まあやってる方いますけど、そうするとまあ正直ね、刃物だけでも数十本あるのでね、そうするとこのダンポール、まあそうですね、全部貼るっちゅうのもあれかなって感じですね。それだったら打つペグを増やしての方がいいかな。収穫の時も面倒そうだしというふうに思ってますけどね。どうなんですかね、皆さんそうやりますかね。僕20年ね、特にそういうやり方してなくて今まで来たんでね、それでいいかと思うんですよ。でもまあここ一番って時には外側に貼った方がいいかもしれないですね。ご指摘ね、ありがとうございます。ちょっとやっぱ虫食い多いね。よいしょ、ちょっと真空も出てるかもですけど、あ、ちょっとアブラムシもついてるかな。やっぱちょっと今年はね、これよりあれだね、ハサミの方がいいね。よいしょ、さっきね、畑キュウリのところだったらまだこうついてるんですよね。晩生の品種がね、これも結局虫でやられそうですよね。真空出てるよな。いや厳しい、厳しいね、今年は厳しかった。本当にこうやって気温が高い時はね、完全無農薬で、やっぱりこれだけねだったらやっぱ厳しいかな。うまそうなんだけどね、見た目はどうしたって悪くなりますからね、虫食われるとね。しょ、まあなかなかね気持ち落ち込みます。そんなもんですよ。よいしょ、新規収納というテーマでね、まあ、私は新規収納ですけど、そういうテーマでねいろいろ話してるんですけど、新規収納ってね、まあもう今はねいろんな形のね新規収納、もう普通にね農業ブームなのでね、いろんなパターンがあるわけですけど、で今はね新規就農者も50歳以内でしたらね、
年150万ですよ、ね、が最長5年間もらえるというね。まあ正直申し上げてね、そんだけもらって成功しないなんてどういうことなんだって話ですけど、まあ成功しない人は成功しませんから、はい。でまあでもね、あのうまくねそれを使えば、まあ誰でもって言わないですけど、うん、年150万もらって成功しないなんて、まあ正直申し上げて私の感覚からするとありえない話ですけどね。逆に言うと成功する人はもらってももらわなくても成功しますね、当たり前ですよね。逆に言うと150万がなければ成功しないという人は厳しいんじゃないかなというふうには思いますけど、うんね、正直150万じゃ少ないすぎるっちゃ少ないんですよ。だからそれをね生活費に補填しているようでは無理ですよね、5年間ですから750万満タンでもらえるとなれば、私でしたらトラクターを買います。トラクター1年目で、あと設備投資ですね。ハウスを1個ずつ建てていきますよね。そうやって全部をね、全額を設備投資に回せばいいわけですね。やっぱり今言ったように、その新規収納のネックっていうのは設備投資なんですよね。どの段階で設備投資をしていくのかでね、野菜というのはね、どうしても日々あのなんていうんですか、あの日銭を稼ぐ商売なので、大きいお金をねドーンと入ってくることはないですから、ホームランのようにね。そういう段階でそのね100万単位の設備投資をねどうしていくのかっていうのが、どうしてもね最初の5年10年ではやっぱり無理なんですね。だからあの最初のその2、3年の段階でそういったことができる人はいいかもしれないですけど、借金はねやめた方がいいですね。無理してね、やるよりかは確実にねできるという保証もないし、確実にその取引先が続くという保証はないわけですね。ね、2、3年続いて、契約が打ち切られるということは、ね、契約裁判とかやれば分かりますけど、普通のことですんでね、自分でそういうお店を持ってればあれですけどね、品質がちゃんとね担保されない限りにおいてはね、業者さんは本当にそういう意味ではシビアですから、当たり前ですけどね、あなたの野菜でなくてはいけないっていう理由がそこになければね、どんどんいいところから、あるいは安いところから買うっていうのはね、取引の常識じゃないですか。もう有機野菜っていうのはね、そういう意味ではもう誰でも余ってますから、マーケットにはね。それを分かった上でね、やらなくてはいけないわけですけども、得てしてね新規就農者はそこまでどうしてもね意識も頭も回らないもんですからね、最初は皆さん売り先に苦労します、ね、本当にあの売るところがなくてね、どんどんこの業界に入ってくるのがこの新規就農、特に有機農業はね。この間もね、あの某埼玉県の超一番ね、日本で一番有機農家が多いって呼ばれる地域でね、新規就農したって話をね一つに聞きましたけど、まあ、あの、まあ、正直申し上げてね、おすすめしないですね。私自身もこの千葉県成田市、もちろん千葉県成田市、この北総台地有機農家いっぱいいますけど、すぐ周りにはそんなにはいないですね。特に私のように完全独立してやってる人はほぼいないので、あれですけどね、やっぱりそのライバルがいないところに行かなきゃいけないわけですよね。何やるにしても、配達するにしても、売るにしても、あの20年30年やってるねベテランの人が多い地域に行ってもね、やっぱり、新規就農でそこに風穴上げて入っていくってことはね、多分難しいですよね、これからも土作りしなきゃいけないしっていうことを考えるとね、まあまあそういったこともね多少は考えんといかんわけですね。まあまあ新規就農のねそういう難しさ大変さっていうのはね、いくら言ったところでね、まあまあ口酸っぱくしたってね、ああそういうことかってやってみるとすぐ分かることなんですけどもね、なかなか難しいですよ。でまあその設備投資もね、一気にっていかないですから、私も20年かけてねコツコツと、掘れ庫だとか作業小屋作ってきましたんでね、よいしょ、ちょっと刃物この辺小さいな、揃ってないですけどね、ちょっと他にね刃物がないのでね、今日はこれと葉大根ぐらいな感じで、ちょっと虫食い多いね、虫食い多いわ、もう本当に防虫ネットもねもうこの1ミリじゃダメですよね、もうやっぱり目合いを 0.8、0.6 ね、に小さいやつにしないともう多分ダメですね。
先ほどね設備投資だから本当にねチャンスがあれば一気に、買うというのが買うあるいは揃える。私もね、だいたいどうですかここ 2,3 年っていうその短期のうちにねズドンズドンズドンとトラクターだとかホレイコだとかをね一気に揃えましたんでね、やっぱりできるんであればそれをやっちゃった方が早いですね。揃えられるのであればですよ、ね、ある程度それはもう経営的にも軌道に乗ってないともちろんいけないっていうのは当たり前のことですけどもね、よいしょ、その辺のね経営者的感覚っていうのをね持ってないと誰もね何かが誰かがねそろそろあなたは設備投資の時期ですよなんてことをね言ってくれる人はいませんから、いいですよ、そういうことを言ってくれる先輩がいればねそれは本当にありがたい先輩ですよ。そろそろお前設備投資した方がいいぞとかね、そういうねありがたい先輩がいたら僕だって嬉しかったですよね、まあ作物栽培に関してはね先輩たちっていっぱいいますけど、そういう経営的なことでねアドバイスをいただけるなんてことはまずめったないですから、よいしょ、まあまあよいしょ、ちょっとね野菜がこれ虫くんも多いな、虫くんも多いし、ワンベッドありますけど多分来週本当の撤去はもうちょっと後ですね、来週ぐらいから撤去に入ってくると思うんですけど、いや厳しいね厳しい、ちょっとこのところ収穫出荷作業は気持ちが泣いておりますね。嫁もねやっぱりあの野菜の出来が悪いと取りにくいしっていうこともねその通りですよ、厳しいです、ね、これ真空ね、まあ今年も大発生しておりますな、よいしょ、じゃがいもはね、北海黄金がようやく後半戦にねかかってきて、北海黄金美味しいですね、形ちょっとねいまいちですけど、昨日ね今週から出荷なんで昨日晩ご飯にねちょっと煮物を嫁が作ってくれて食べて美味しいですね。やっぱりじゃがいもはね水分が抜けてこの11月とかね秋口あたりからだんだん味が乗ってきますよね、美味しいと思います、よいしょ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 、あ腰が痛い、この体勢が一番良くないね隣のタアサイがねもう11月終わりぐらいから出せるかなって感じですけどもね、今10月の真ん中ですよね、10月終わり11月頭ぐらいからねちょっと今年は早めに出そうかなと思ってますから、11月入ったら出せるかなって感じですよね。今年はちょっともういろんな野菜が前倒してね、白菜がダメでね、よいしょ、見ないようにしよう、よいしょよいしょ、設備投資ね何回も同じ話をしてるんだって話ですけど、まあそうやってね新規収納ね順調にね、やっぱり最初の3年が勝負ですね、何回も何回も言いますがね、新人の人には最初の3年が勝負だよって、3年でダメなら辞めて他の仕事した方がいいよって必ず僕は言いますね。どうしてもねその仕事やらなきゃいけないってわけじゃないと思いますからね、まあ成功する人はね3年でもう大体形を作っちゃいますね、もちろんねそんなにいきなり何千万とかはそれはね売る人はいませんが、もう1年目から売る人はねかっつり、ちゃんとしっかりとね、普通の平均サラリーマンの平均所得ぐらいはね、そして1年目からもうそれぐらい売るやついますからね、優秀な人はですよ。私はもうそんなことは全然なかったですけどね、何年もアルバイトしながらね、やってまいりました。よいしょよいしょ、まあ本当にねバイトをしなくてね成功するんであればねそれに越したことないですけど、